MLB、ドジャース20、4マーリンズ、日本時間20日、マイアミ。ドジャースの大谷翔平投手は19日、日本時間20日、敵地で行われたマーリンズ戦で自身初の3打席連続本塁打を放つなど、6安打10打点2盗塁の大暴れでチームを20得点対象に導いた。ナ・リーグトップを独走する51号となったが、 メジャートップを走るヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手にも2本差しに迫った。実際の映像、敵地呆然、3打席連発で、51から51、大谷翔平、衝撃球でファン総立ち。2022年にアリーグ新となる62発を放ったジャッジは今季も会長にアーチを積み重ねた。5月、6月、8月と月間12本塁打をマーク。 自身の記録更新が期待されるほどのペースだった。しかし9月に入ると17試合で2発と失速。8月26日から9月12日、同8月27日から9月13日にかけてはキャリアワーストの16試合ノーアーチと不振を味わった。一方の大谷は史上初の50本塁打 &50 盗塁、50から50、 オナし遂げるなど9月は17試合で5発とラストスパート。一時はどうかったジャッジの背中が見え、両リーグ最多本塁打の期待も高まる。SNS 上では、いつの間にかジャッジ射程圏内、大谷くんホームラン数、ジャッジと日本様まで来たの。大谷さんのことだからジャッジ抜くまであるで、大谷バケモンすぎてジャッジの背中見えてる。 小綱もジャッジも失速する中さらに加速していく大谷さんすごすぎやろ。今日の3連発でジャッジの背中も見えてきました。大谷さんすごすぎるジャッジ超えてくれ、などの声が上がっていた。